マイアミ本社の社屋クリスピンポータータボガスキー通称 CPB はアメリカ合衆国の広告会社で株式公開されている MDC パートナーズ参加にあり1000人ほどの従業員を雇用している同社は1965年にサム・クリスピンが創業したその後クリスピンはチャック・ポーター アレックス・ボガスキーとパートナーシップを結んでいった。このうち2011年の時点で CPB の経営に携わっていたのはポーターだけになっていた。CPB はフロリダ州マイアミシュココナットグローブに本社を置いており、コロラド州ボルダー、ロサンゼルス、ロンドンなどにも拠点を置いている。CPB ヨーロッパはヨーテボリに拠点を置くスウェーデンの広告代理店ダディオ、 買収して2009年6月に開設された。マーク・シモンズは2002年から2004年までロサンゼルス事務所の経営責任者を務めていた。2010年7月にはトロントに拠点を置くカナダの広告代理店人グの取得によって CPB カナダが開設された。CPB は1990年代後半から2000年代、 はじめにかけて、急成長を遂げ、バーガーキングや、BMW ミニ、半喫煙キャンペーン THETRUTH.com などのキャンペーンの強烈さによって、悪名を高めた。CPB が近年手がけているものの中には、コカ・コーラゼロ、マイクロソフト、ウィンドウズフォーン、アメリカンエキスプレスの旅行部門、ベストバイ、ドミノピザ、オールドネイビー、ジェル、オ,オールハウスファームズ、 ベビーキャロッツ、ベールリゾアッツ、クラフトマカロニアンド、チーズ、メットライフ、バイタマノイスター、ミルカ、モルソンカナディアン、SAS、フィリップス、ディスカバリーチャンネル UK などがある。ただし、バーガーキングとの提携は2011年に解消された。CPB はバイラルマーケティングの手法を使用することで知られており、バーガーキングのおっしゃる通りや、 ワッパーサクリファイスのキャンペーンなどにもこの手法が用いられた。2008年9月 CPB はマイクロソフトのためにジェリー・サインフェルドとビル・ゲイツが登場するテレビのスポット広告を制作したがメディアからは否定的な評価しか得られなかった。しかしこの IIMAPC キャンペーンは MacVSPC を打ち出したアップルの ゲット、AMAC キャンペーンに反撃し、マイクロソフトウィンドウズ7が歴代のウィンドウズの中でも最速で売れ行きに貢献した。CPB は業界誌によってエージェンシー・オブ・ザ・イヤーに13回選ばれた。2008年12月15日、CPB はクリエイティビティ誌のエージェンシー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。同社はまた、アドウィーク誌の 2008US エージェンシー・オブ・ザ・イヤーに 選ばれた。2009年12月、CPB は、アドバタイジングエイジ氏の、エージェンシー・オブ・ザ・ディケード・ド・ボーズ・マガジン、S ・エージェンシー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。2010年、CPB は、カンヌ・ライオンズ国際クリエイティビティフェスティバルにおいて、2005年、以来3回目の賞にあたる、インタラクティブ・エージェンシー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ありがとうございます。